野さんも特別配信に出演させていただきます。初めて、私人生で初めてショールームさんのなんていうのスタジオに初めて行く。超緊張。そう、また東京です。見てね、ありがとう、楽しみ。そう、なんか何の企画ですかね。それは内緒。私とね、そう、こんばんは。今日もかわいい、ありがとうシャボン玉。そう、超楽しみ。初めてショールームさんのスタジオ行くの、ドキドキする。なんかいつも見てる立場やからさ、感動しそう、スタジオ見たら。早く行きたい。どんぶらこ、ありがとう。爪痕残せよ。いや別に爪痕は残さないかも。あ、バラありがとう。牧書のこと頼んで。牧書ね。いや私さ、マジで言わせていただきたいんですけど、ワンチャンね、ごちゃの早口言葉いけたんじゃないかなって思ったけど、ダメだった。だってさ、私言えると思ってなくて、早口言葉。生麦生米生卵を早く、生麦生米生卵、すごくない？私びっくりした、自分の生麦の才能に。生麦生米生卵。でもね、野田さんはね、難しいよね。いや、むずいね、難しいよ。うん、普通、そう、そりゃそう、普通の早口言葉、そりゃそう。でも意外とできた。意外とむずいんよ。いやでもね、ダメでした。来週期待。そう、出だしは良かったんよなって思う。あっつ、もう来た、ありがとう。こんばんは。私はね、ちょっと寝てて、はるちゅんさんの卒業最後の手紙か、手紙を見てる時に目が覚めて見てた。暑い、やばい、めっちゃ暑い、今日めっちゃ汗かく。なんで？こんばんは。エアコン26度やのにめっちゃ暑い、なんか全然効かへん。うん、そう、ごちゃ帰ってきてもう眠すぎて寝てたらめっちゃ寝ちゃってた。めっちゃ見学行きたかったんですけど、あー、フォローありがとう。めっちゃ見学行きたかったんけど、ちょっとね、ごちゃがで眠たくて寝てた。あ、26度なんや、平均。へえ。
でもめっちゃ寝たマジで今日。なんか寝すぎて多分今日の夜寝れへんなっちゃうかなって感じ。あ、お話し会が明日の1時までですので、皆さんぜひぜひお待ちしております。会いに来てね、待ってるよ。なんか最近ねぐっすり深く眠れてなかったからゆっくり寝れてよかったかも。え、ツインテールしたいかも。急に急にね、なんかツインテールしたい。お腹めっちゃ鳴ってる今、消化中。ツインテールしたいけどゴムがない、ゴムがない。ゴムどこ置いたんやろ。ゴムー、ね、ゴムがない。ゴムさん、ゴムちゃん、ちょっと探していい？本気で。ゴム、ゴム探し中です。ゴムどこ、片付けてくれるのはね嬉しいんですけどね、意味わからんとこに片付けるからさ。見つけた、なんかマジで私って甘やかされてるなって毎日思う。もうすいません、ほんまに。もうね、すいませんって感じ。なんで？言っちゃダメなん？こんばんは。オリンピック見てない。できた。できた。嬉しい、可愛いって言ってくれた、ありがとう。でもピンってなんで、ね、私髪の毛が硬いから、だから下に下げたい。できた。あ、ねえ見て、低めのツインがいいです。高めは私できない。これみんなに見せるって言ってたけど見せれんかったから見せたい、このバッグ。え、でもまだ開けたくなくって、あ、でも開けちゃうことになるんかな。え、使い始めたら、え、なんかさ、かなんかさ、これってさ開ける日は決めた方がいいみたいな言うやん。なんか一粒万倍日に、万倍日に開けた方がいいみたいな聞くけど、これは開けた瞬間にってこと？これは使い始めた日がってこと？どっちなんやろ。もうこの袋から開けちゃったらもう使い始めたってことになっちゃうんかな。
使い始める日か。じゃあ別に開けてもいいってことか。太さが全然違う。左に傾いて。じゃあ別に開けてもいいってこと？外に持ち出した火が使い始める日。あ、そういうこと？じゃあ別に開けてもいいんか。じゃあ開けちゃいますね。もうめちゃくちゃ可愛くて、もうね超大事。開けますね。開けますよ。開けますよ。え、いいんかな。開けていいんかな。開けちゃったけど、いいんかな。大事にしたい。なんか一生使いたいって思ってるからこそ、ちょっとためらっちゃう。いいんかな。でも使い始めた。まだ開けてない。え、開けてないよ。だって私テープしか剥がしてないもん。開けてないよ。開けてないですけど。いいの？じゃあ開けるよ。え、開けていい？開けるよ。もういい？じゃあ開けますよ。え、これあれやんな、マジで。え、使い始めた日からだよな。だからタグとかも切った日、切ってからやんな。キャー、かわいい。いいね。もう肌触りからしてかわいい。こちら、じゃじゃーん。でも超かわいいんです。かゆ。しかもこれ夏のカバンなんです。見て、もうね、あ、値段見えちゃう。もうね超可愛くて、もう超一目惚れ。もうねずっと欲しいって私言ってて。は？肩ついてんけど、最悪。めっちゃさ、しかもさ網になってるし、竹かなになってるから、すごい涼しげなカバンなんです。もうね可愛すぎて。もうしかもこのカバンのいいところなんですけど、このカバンってこうやってここをねパカって開けたら、こうなんかちょっとしか入らんかなって思うやん。じゃあここのボタンを外したら大量に入るんです。そう、しかもショルダーになってるし、もう可愛すぎて私。もうね可愛すぎて、もうね、しかも私の誕生日が夏やから、その夏っぽいワンピースかジラピケのパジャマかカバン、夏っぽいのが欲しいなって思ってたんですけど、本当にね欲しい色が売ってて買った。かわいい、超かわいいんです。うん、本当にお気に入り。ほんまかわいい。もうね一生、うん、お母さんとお父さんに誕生日プレゼントで買ってもらって、私これずっと欲しいって言ってて、もうめっちゃ嬉しい、超満足。そう、ショルダーがさこんな感じになってるから、さ夏っぽいカバンをゲットできて、そう、もう一生大事にする。もうね一生、なんかレジに並んでる時、前にあのお客さんがいたんですけど、その並んでる時お母さんにずっと「もう一生大事にする」って言って、ずっと言ってた。もう一生大事にするこれって言った。そう、もう、あ、値段見ちゃう。超かわいいんです。もう満足です。そう、かわいい、満足満足。
大事にします。そう、しかも夏やからさ、夏が終わったらそのあとはもうね、私は次の来年の夏来るまでずっとタンスに入れるので多分結構持つんじゃないかなとは思ってる。かわいい、超嬉しい。私こういうカバン大好きなんですよ。なんかさ、そう、スナイデル、そう、私スナイデルのワンピースとかあんまりね持ってなくって、そう、マリナさんからこの間ワンピースいただいて、それがね、そのスナイデルとかで、もう私そんなワンピース入れて、あ、いただいていいんでしょうかっていう本当に思ってるぐらいで、そう、だからね、スナイデル女子になっちゃうなんかスナイデル女子になっちゃうかもしれないね、そう、マリナさんからいただいてね、そう、嬉しかった。もう本当に可愛いの。結婚してありがとう。しようね。あ、そう、これをどうしてもみんなに見せたくて、見せれてよかった。でもいつから開けようかなってめっちゃ思ってる。え、待って、1ヶ月後ももかの誕生日やで。1ヶ月後ももかの誕生日、みんな何してくれるん？みんな何してくれるんですか？愛を語ってくれたり しますか？誕生日1ヶ月前夜祭、何、なんで汗マークなん、なんで汗マークなん何、お祝いしてくれないの？おめでとうぐらい言ってよね、ありがとう、盛り上げてくれてそう、早めの誕生日プレゼント、これとサンダル買って、そう、ハートありがとう。おしゃべり会でたくさん愛を伝えます。お、嬉しい、待ってます。どんなことを言っていただけるのか期待大なんですね。どういうこと？そう、超夏ね、9月にもあるし挟まれてる、楽しみにしてます。みんながももちゃん誕生日おめでとうって言ってくれるのを なんか最近鼻の横にめっちゃニキビできる。言葉で伝えることしかできないですか？嬉しい、ありがとう。8月28日思い出が、何？何の日なの？何の日なの？ありがとう、フライ待ってますね。次の日、うん、誕生日。何時まで配信しようかな。何時まで配信しようかな。え、待って、タワーじゃん。待って、これ何のやつ？タワーじゃん。嬉しい、ありがとう。え、ありがとう。お礼していい？え、ありがとう、くまさんタワー、ありがとう、タワー、嬉しい、ありがとう、ありがとう、いつも。
何でのカバンインターネット3色、あそうなんや、店舗に2色しかなかった。もう1色どんなやつやったんやろ、見てみたいかも。こんばんは、えありがとう、お礼していい、お礼していい、もんかはちょっと今日はさっき本当起きたばっか、ラジオトークの前に起きたばっかだったからちょっとね寝起きが悪くて、今日はねテンションが高くなくて申し訳ない、テンションが低くて申し訳ない、ごめんなさい、反省。クマ、クマタワー、うん、そう、ありがとう、クマ白黒っぽいやつ、文字が白いやつ、文字が白いやつがね売ってた、それを最初持ってたんですけど、やっぱりこっちの黒い方がどうしても可愛くて欲しかったからこっちにした。そう、ももか寝起きほんまに悪いんです、かわいい、めっちゃかわいく描けた、ちょっと今日はデコるな、今日はデコりたい日、そうなの、かわいい、え、ベストチュース、ほんまに嬉しい、ありがとう、褒めてくれて、最近私サイン書くのがマジで下手くそ、なんで馬に見えへん、なんて書こうかな、めっちゃかわいい、かゆねえ、星の温度見たかった、星の温度遠くで燃えてる、エイヤーチュアーネーム、ももかくまさんタワー、かわいい、ありがとう、全然かわいくないですよ、ありがとうございます、クマさんどうもありがとう、下のかけた、いるかな、ハートありがとう、最近気になってます、実はなんかそれずっと前から言ってるけど、ずっとそんなこと言ってるよねずっと前から言ってるよね、それめっちゃ見るわ、もう10回目ぐらい、レインボースターありがとう、ハートありがとう、いますか、近藤和弘さん、タワーのお礼したい、ハートありがとう、いないかな、いないか、最近お邪魔しますね、してくれてるよね、ありがとう、嬉しい、なかなか前座で前座に会えなくて、いやまたね会いに来てね、いつでも嬉しい、ありがとう、全然前に来てね、確かに、あ虹ありがとう、
虹がかかったありがとう。あの今日はね虹がかかったって大きい声で言いたいんですけど、ちょっとな今日はね虹ありがとうです。ありがとう。ただいま特賞ちゃん見せたいのに、確かに見たいです。あ、いるやん。待って、レインボースターありがとう。おったおった。あれ？じゃじゃん。ありがとう。のんきじゃない？このクマさん。ありがとう。クマ。みんないつ会いに来てくれるんですか？え、ねえ、みんなさ、なんかおしゃべり会の日マジで教えてほしいかも。なんかほんまに、なんか誰々さんが来る、誰々さんが来るって思ったら、なんかもっとね、モチベーションを上げたい。モチベーションも上がってるんですけど、気になる。南部8月18日行くよ。え、嬉しい。南部、あ、行くよ、嬉しい。南部ですか？みんなこんばんは。前日に言うね。お、待ってます。ひっそり行きます。お、嬉しい。いつですか？待ってる、超嬉しい。2部全部ありがとう。貧血なのでチャージして参加する。待ってるね、ありがとう。しれっと行きマップ、いつ、あえて3部。3部か、嬉しい。こんばんは。234か、めっちゃ嬉しい。全部だね、ありがとう。東京にはいるんだよな。東京、とりあえず初めましてだし。お、待ってますね。え、超楽しみ、やば。みんな来てくれるんや、めっちゃ嬉しい。8月25日のオンラインの4部。お、多分それは桃花の予想やけど、多分誕生日を祝ってくれるというか、おめでとうっていう部な気がする。それそうだよね、多分。ありがとう、待ってるね。8月18日の2部。あ、じゃあ桃花が人生、アイドル人生初めてのオフラインアップ、オフラインおしゃべり会の時か。楽しみ。あ、ほんまに嬉しい。18時に降りるんだよ、わかった。初長岡、長岡初めて行きます。桃花オフライン全部参加、マジ？マジ嬉しい、超嬉しい。なんか超楽しみすぎて、8月18日が、うん、何するんやったっけ私、服装。セーターンティーか、セーターンティーと、セーターンティーと何やったっけ、あ、シークレットか。シークレットはお楽しみにしててください。4部かな、シークレット、シークレットお楽しみに。多分もう見れないであろう。あ、レインボーストーありがとうございます。察してるかな。シャモナマありがとうございます。タコさんありがとう。なんか今日めっちゃ前髪の調子いいねんけど、なんで？生誕 T18 日間に合う？思う。なんか間に合わへん気がしてきた。ももちゃんのシークレットはすごそう。どうなんやろう。なんかでも、おおってなると思う。なんて言ったらいいやろ、なんかおおってなると思う。もうすることがないかなみたいな。
つももちゃんのオフライン怒られないか不安です。怒ります。嘘怒ります。怒らないけどね。怒っちゃう怒っちゃう。こんばんは。夢に色がないのはなんかはマジで夢に色がない理由が好きすぎて、絶対に卒業コンサート公演で歌いたいなーって。面白い T シャツ嬉しい、ありがとうね、待ってます。確かにももちゃん卒業しないね。確かにそれはそう。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。なんかね、いつなんやろうって思う。何があってもやり直せばいい。ハートありがとう。お披露目 T シャツ、あ、わかった。モンカじゃあ間に合わなかったらどうしよう。モンカは多分間に合う気がする。モンカは多分いける気がすんねんけど、みんながね間に合わんかったら3部、あ、待ってますね、ありがとうございます。シャムダマありがとう、楽しみ。絶対当たる絶対当たるよ。文化だよ、文化だから絶対当たるよ。当たる当たる、大丈夫大丈夫当たります。申し込んでみて絶対当たるから。いや本当にティフいいな。ヤンガの子たちと会いたかったよ。一緒に仕事、一緒に仕事っていうかフェス出たい。ヤンガフェスみたいなないんかな。当日券があったらな。当日券はないね、8月18日だからうん、確かに。おんちゃんほやほー。長岡の花火大会行く予定やったけど多分行かないかも。行きたかったけど。私は早くいろんなところに旅行に行きたい。なんか実家にも帰りたいし、行きたいところがいっぱいある。夢の国も行きたいし、ユニバにも行きたいしなんか静岡も行きたい。最近静岡行きたい。静岡、北海道、福島、富山も行きたいな。富山、奈良も行きたい。奈良、京都、同期と行きたいな。え、ありがとう、申し込んでくれたん嬉しい、ありがとう、ありがとうね。さやか、そう、行ったことないからめっちゃ行ってみたいんですよ、むかでもなんか車のさ、持っとかな、行けへんかなってないんですよ。なぜ福島、なんかね、福島の、あの福島って調べたらなんか
わかる。あれなんていう場所かわからへんねんけど、なんか宿がいっぱいあるところで、めっちゃ山とかがあって、そこにめっちゃ行きたくて。そう、なんで行きたいかっていうと、最近私は自然と触れ合ってないので、自然と触れ合いたい。群馬？確かに群馬も行ってみたい。おーなんちゃら、あ、そうなんや、分からん。ありがとう、どんぶろくありがとう。そう、大内塾？あ、そこか。そう、そこに、そこか分からんけど、そこにめっちゃ行きたくて、なんか、うん、行きたい。でも車がないと無理かなって思ってるから。そう、私免許持ってるんですけど、あ、待って、私免許更新行ってないちょっと待って、もうずっとこれや、免許更新行ってないわ。やばい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 、ちょっとやばい、目が覚めた。あ、バスあるんか。でもそうやったらもう運転したいかも。どうしようかにゃーどうしようかにゃー、結構ピンチだにゃー結構ピンチだにゃー、結構ピンチだにゃー、どうしようかにゃー。案内来てるにゃ、案内来てるにゃ、ピンチだにゃピンチだにゃ、どうしようかにゃ、ちょっとちょっとやばいにゃ、どうしようかにゃ。うーん、結構結構焦ってるにゃ今。ちょっと今ね、なんかさっきの静かさが急に消えてきたにゃ。やばいにゃ、代わりに言っといてくれるんですか。え、代わりに言っとってくれるんですか。じゃあ代わりに言ってほしい。うん、代わりに言ってください。え、どうしようどうしよう、え、どうしようどうしよう、結構やばいですにゃ、どうしようどうしようどうしよう、手数料くださいにゃ。手数料とかも全然渡すにゃ。写真、写真は、写真は私のアーシャ、アーシャ、アーシャ、アーシャでいいにゃ。やばいにゃ、やばいにゃ。どうしよう。え？なんかねるねるねるねのキーホルダー出てきたし、急に。どうしようかにゃ。あと2ヶ月。やばいにゃー、私のアシャでいいにゃよ。どうしよう、ちょっと待って、これさマジでさ、え、これって誕生日、これとこれと、選べないじゃん。もう1ヶ月先まで大丈夫。じゃああと2ヶ月ある。うん、じゃあ大丈夫か。うん、全然大丈夫、まだまだ先です、まだまだ先だ、まだまだ先だから。もう、え、それな、マジそう、おしゃべり会とかもない、え、それな、もう行こう、誰か一緒に行こう、私一人で行けない行けないよ、助けて、誰か行こうよあ、住所変更してあります。あー、ごめんなさい、わかりました。誰か行こう誰か行こうよ、サホとか誘おうかなねえサホ、私の免許来ないマネージャーさんに言います、免許更新行きたい。あー最悪、
最悪。やばいよね。できれば8月の上旬には行きたい。どうしよう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 。すいません、あの免許更新に行きたいんですけど、どうしたらいいですか。いや、行ってください。ああ、行き方わかんなくて。あ、それは調べていただいて。調べ方もわかんなくて。いや、調べてください。怖いです。僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない、謝るだけじゃ許してくれない、どうすればいいのよね、みんな。それな、ちょっとママとパパ一緒に行かないですか。積んじゃったよ。積んじゃった私。積んじゃった、恋積んじゃったな。だって今に調べなさい。はーい。はーい。めっちゃ好き。更新の案内はがきが来るのでは。来てます。泣きすぎて。新潟からバスで40分。バスで40分。何バスで40分って、バスで40分って何、いくらかかんの、いくらかかんの、いくらかかんのバスで40分って。2000とか。1回目初めて、初、やばい。私の免許更新 Vlog みたいなやつを、私本当に YouTube したいんですね。よね。マジ。やば。初だと2時間講習。2時間も私。メモとかしなくていいんですか？見るだけ？ 2 時間こうやって。はいとかやらなくていいの？手とか上げらなくていい？はい、そこはないないで、ないないなんですか？あ、そんなことせんでいいんや。めっちゃ気合入っとうこみたいに。免許更新で。はい、はい、奥村さん。そこは横断歩道がとか。横断歩道、私違反してないです。質問振られることもあります。私めっちゃ苦手そういうの。バス代調べてくれたん、優しい。40分で710円。あ、安いかも。それならなんか時間的に見たら高いかなと思ったけど、意外とそんなことなかった。あ、でも往復1400円。私車今もう地元に置いてきて乗ってないのに、2時間の勉強動画見せられて1400円の交通費で。免許、ゴールド免許じゃないです。私まだ緑なんです。可愛いやろ、まだ緑。更新料もかかる。僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない、ここから先に進めない、積んだ。私マイナンバーカードあるもん。積んだわ。
じゃあまた、わかりました、行きます、ももちゃん行きます、我慢します、いや行きます。ももちゃんは一応偉いので行きます。マイナンバーもあります、私もう身分証めっちゃ持ってます、身分証だけ一丁前です、私はい、私奥村桃香、身分証だけ一丁前です。3,000円、乗ってないのに、持ってるだけやのに、やだにゃ、身分証に一丁前も何もあります、私は身分証だけ一丁前ですはい、あります、そんなの関係ない、あります、身分証は一丁前です、分かったよ、もう行くよ、行きます、行くから、もう行きます、もう行く、もう行きます、もう行くから、もう行くよ、もう行くって、行きます、もう行く、私偉いから、あ、褒めてくれてる好き、ありがとう、もうみんなマジで優しいんですよ、最近、最近元からなんですけど、最近もっと優しくて、もうね褒めてくれるみんな、私褒められたらもうね、もう生きようってなります褒められたらもっと150歳まで生きたいってなりますわかる？私褒められたら150年まで生きたいって思う、だからもっと褒めたら私200年後まで生きたいっていうなります、なんかもっと頑張るとかじゃなくて生きたいになるんです、私はもう褒められたからこそ生きなければってなるそう、200年後まで生きないと、こんばんは、100歳くらいでいいんじゃない、うーん、私はできれば長ければ長いほど生きたくて、だから本当になんか私が好きな人はもう本当に早ずっと生きててほしいんです、なんかね私最近めっちゃ考えちゃうんですよ、なんかいや欲張いいんだよいいんだよ、なんか最近ねもう本当になんかファンの方だったりとか私のことをよくしてくださる方はもう本当にずっと生きててほしいなって思う、もうね本当にもう考えたくないんです私、そうだからみんなで生きようね、いる、すご、私は生きるよ、私は生きる、だって今の人生楽しいからね、今の人生楽しいから、それどころ、それどころじゃなくてそれより私のちょっと待っててくださいと、これかな、保険証、違う、あれまあいっか、ねえひよこ待って、
れ、お母さんとお父さん、いて、積んだ、僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない、謝るだけ、あれ食べないんだけど、運用してくれない、あれマジでどこ、あれ待って、いてて、なんか嘘、てっぺんまであと30分なん、マジか、満足。最近はこれがないと、ありがとう、面白い女、最近はこれがないと私元気が出ないから元気を出しました、ありがとう、似合う一杯、フォローありがとう、いきます、カエルぴょこぴょこむぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、私早口言葉得意かも、カエルぴょこぴょこむぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、やった赤パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生、なんか微妙って何、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、カルカチュシャ、奇遇だね、確かにマリナさんマリナさん新作で、新作作ってましたね、あれかぶりたかった、マリナさん大好きっ子なので、ももかは、私はマリナさんと二人でわちゃごなをするまで、私はもう本当にいる、二人でわちゃごなをしたい、生卵言えてる、生麦、生米、生卵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 、あとは東京特許特許局、これは無理なんよな東京特許許可局、東京特許、東京特許許可局、待って、東京特許許可局、
炙りカルビ、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 待って、炙りカルビ、炙りカプリ、炙りカプリ、炙りカプリ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマは言える。何？けどももかさんの声変えるには負けます。いや負けないよ、いい勝負だ、いい勝負。東京特許許可局、許可局、パン壁が一番ほんまに無理だよな、昨日のごちゃで。パン壁カンパゲ、パン壁、パン壁カンパゲ、待って、パン壁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 、パン待って、パン、パン、パーを強調したらいけるかも。パン壁、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 ほら言えた。パン壁、パン壁、パン壁、パンパゲ、パン壁。こんばんは。両脈にゃんにゃんのキャリーパミュパミュ、両脈にゃんにゃんのキャリーパミュパミュさん、マサチューセッツ州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 。何が？パン壁、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 パンパゲ、パン壁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 、パンパゲ、パン壁、パン壁、パン壁、パンパゲ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 、赤坂サカスでサーカス探す。あ、マジでそれいける。赤坂サカスでサーカス探す、余裕。赤坂サカスでサーカス探す、赤坂サカスでサーカス探す。他は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 、シア少佐って何？何それ、シア少佐、シア少佐、シア少佐、何シア少佐って、シア少佐って何？パン壁、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 カンパゲ、パン壁、パン壁。こんばんは。でも私得意なやつはほんまにとことん得意なんですけど、得意じゃないやつはほんまに得意じゃない。メロンもメロン、レモンもメロンもペロンと食べた。メロンもメロンもペロンと食べた。メロンもメロンも、待って、レモンもメロンもペロンと食べた。こんばんは。レモンもメロンもペロンと食べた。新春シャンソンショー待って、新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、新春ソンサンショー。取捨選択言える。この釘は引きにくにくい釘だ、この釘は引きにくにくい釘だ。ブラジル人のミラクルクラブ、ミラクラリ、難しいね。はい、ダメ、ムカつくムカつく かけっこでこけかけた過去、かけっこでこけかけた過去、かけっこでこけかけかけた過去、悔しい、かけっこでこけかけかけた過去、かけっこでこけかけかけた過去、言えた。ハートありがとう。こんばんは。ごめんなさい、寝落ちしてました。えいよ、全然寝な。こんばんは。庭には庭にわとり、庭には庭にわとりがいる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 。やめた。もうやめた。あきちゃん、もうやめた。
もやめた、もやめた、飽きちゃった。せっかくもちゃんのために探してきたのに。え、じゃあ何言って、頑張る、それ頑張って言う、言って言って、探してきて、探してくれたんだったらももかは言う、それを言って。バラありがとう。こんなに涙を流すのだろう、悲しみをずっとこの胸のどこかで、この胸のどこか、悲しみをずっとこの胸のどこかで、この胸のどこかで、キットカットカットカント言える。こんなに涙を流すのだろう、悲しみをずっとこの胸のどこかで。この振り好き、何これ、何の振りやろ、どこのとこ、どこやろ、どこ、これ、フォローありがとう。これ、これか、早くわちゃごなしたい。全然熱くない。電話するふりは、私はこっち派なんです。こっちでやりたい、できればやるならこっちじゃなくてこっちがいい。あと私はマリナさんをリスペクトしてるので、これをするときはこっちじゃなくて、できればなんかここに三角を作りたくて。こんばんは、こっちです、こっち派、ここ好き。こんばんは、メーカーよ。そう、私はスマホじゃなくて電話の方がいいです。で、私はマッシーさんをいくつか引き継ぎたくて、ベレー帽とかかぶりたい。ダイヤルの電話は公衆電話、あの小学校中学校のやつがこれで、これやったからやりたい、回すやつ。マッシーさんがめっちゃベレー帽かぶってたから、モンカもベレー帽を引き継がせていただきたい。モンカベレー帽大好き。マウス電話使ったことあるの？マウス電話ある、1回2回3回5回ぐらい5回ぐらいある。なんか中学校の時に、ほんまに中学校から家が遠くて、もうほんまに今日は帰れへん、歩いて帰れへんってなった時はおばあちゃんに迎えに来てもらってた。でもね、本当に週1ぐらい、もうね、ほんましんどくて、ほんまに遠いんですよ。なんかもうほんまにね、3キロぐらいある、歩きで、めっちゃ遠いんです。そう、テレホンカード使ってた、ずっと。おばあちゃんがテレホンカードをなんか大量に持ってる人で
でめっちゃもらったテレホンカード大量に。だから私恋人図鑑の桃尻昔はめっちゃ大好きだったんですよね。だから桃尻のこんなパスケースの裏にめっちゃテレホンカード突っ込んでた。ポケベルが、え、何やったっけ、そんな歌なかったっけ。ポケベルが何やったっけ、ならなくて、あ、当てた、やった、ならなくて、やった、当てた。うん、知ってる。マモカさ、なんかめっちゃ昔の番組のピカルの定理やったか、めっちゃ好きやった。だからさ、めっちゃ見てた。なんか昔の曲ってなんであんな名曲ばっかなんですか？めっちゃ好き昔の曲。なんか高校時代に地元の友達と、地元の友達というかその一人しかいないんですけど、あ、ごめん、3人いたけど、その中の一人の子とずっとカラオケ行ってて、カモメが飛んだ日を友達がめっちゃ好きでずっと歌ってた、その子がしかもさ、もうめっちゃおもろいんがさ、なんか自分がアーティスト気分で、なんかなんて言うんやろ、なんかカモメが飛んだ日のコールバージョンとかなんかコールバージョンをね、私も作って、でその子歌ってて、なんかその子がライブ会場でなんかアーティスト気分になって歌ってて、超懐かしい。ね、よく知ってるでしょ。こんばんは。ね、超のんき、懐かしい。あ、知ってる、どんな歌だったっけ、名前見たことある、で多分聞いたらわかる。なんかでもやっぱあれが好き、あの学校、小学校の時になんか放送室の CD あさって、みんながずっと浜崎あゆみさんの CD をかけてるから、私もずっと同じ曲嫌やったから、たまには違う曲かけたろうと思って、本当に全然今は知ってるんですけど、その時全然存じ上げてなかった方の CD をほっって取って、これを流そうと思って流して、なんか給食時間、みんなの給食時間はなんか本当に浜崎あゆみさんの曲、なんか給食時間といえば浜崎あゆみさんやって、みんなの中では全校生徒の中だけど、私が急にあの変えたせいでみんなテンパったっていう、はい、山崎まさよしさん事件っていうはいみんな焦って、ええみたいな、ちょっと待ってってなって、みんなで、あの放送委員って放送室でご飯食べるんですよだからだからなんかこうやってご飯食べてたら、なんかみんなバーって来て放送室入ってきて、え私は急に山崎まさよしさんの、その時は本当に全然知らなかったんですけど、今は知ってるんですけど、
のツバメっていう曲があるんですけど、その曲をもう延々とかけて、私結構その歌ってしんみりしてるんですよ。なんかピアノもチャン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 みたいな感じの曲で感じで始まるんですね。そう本当にね、今はもう本当にしてます。してるんですけど、そうそう小学生だったからね、そうあんまり知らなかくて、そうもうその歌を私はもうかけたら、もうみんながあれ今日は浜崎あゆみあれあれみたいな、みんなってみんなあれ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 みたいな。でガチャコン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 って言われて、僕がご飯食べながら「はい!」小学生ながらご飯食べながら「はいはい!」って言ってガチャッと開けられて「あれ !CD 曲売って」って言われて「え放送いいんだからかけたんですけど」とか言って私「放送いいんだからかけたんですけど」って言ったら「あれああ急に曲変わってびっくりしました」って。はい買いました、すいません、え大丈夫でしたか、あとでうん給食でした。そうみんなね、みんな動揺してた。あれあれ待って、何年生、5年6年生の頃な気がする。でそこからなんか曲がね、本当に今までみんなは浜崎あゆみさんしか書けちゃダメって思ったらしいんですよ、放送員の子。だけど私がその山崎まさよしさんを書けたきっかけで、そこからなんかいろんな音楽が流れるようになった。だけど私はあのみんながいろんな音楽を持って家から持ってきたりとかしてる中、私はもうやっぱり山崎まさよしさんのツバメがね大好きだったから、ツバメを永遠とかけてました。そうだから私はその時からちょっと頭がおかしかったって思う。みんなが「またこの曲じゃん!」って言ってた。またこの曲って何って感じ。あ壇上読もうかな。でも私一回 NGT48 中学校ですけど、それは中3の時にかけたことありますよ。全校放送でマックス時と世界はあれ、その時はなかった、マックスと何やったっけ、じゃあ青春時計ではなかった。2曲かけれるんですよ。マックス何かけたっけ私、忘れたけどかけた記憶がある。持っていって13位読みます。13位、韓国好きは応援しないさん、ありがとうございます。12位、たけるんさん、ありがとうございます。たけるんありがとう。11位、コロコロ転がるさん、ありがとうございます。10位、フレーミングの左手の法則さん、ありがとうございます。9位、浜地さん、ありがとうございます。おちゃんいつも通りおもろかったね、ありがとう。オンライン2部参加予定です、待ってるね、ありがとう、嬉しい、この間もありがとう。8位、よこりんさん、ありがとうございます。7位、ラーメンさん、ありがとうございます。6位、直行さん、ありがとうございます。ももこちゃん誕生日1ヶ月前おめでとう、ありがとう。免許更新忘れずに行きましょう、わかった、ありがとう。5位、未来さん、ありがとうございます。ももこちゃん配信お疲れ様でした、ありがとう。負けたし配信ありがとう、いつかももこちゃんに会いに行きますね。ねえありがとう、嬉しい、大好き、ありがとね。4位、レオナ土方さん、ありがとうございます。姫路からどんぶらこごちゃ聞きながら少しだけ寝落ちしたら夢の中で早口言葉の参加してました。え私じゃいました、そのスタジオ内に。ありがとうね。3位、カオマ F さん、ありがとうございます。この頃暑い日が続いてるから熱中症とか気をつけてね。え
カーモエフさんも気をつけてね、ありがとう。お話し会とても楽しみ、ありがとう。ちなみに残念なお話、東大姫路高校予選決勝で敗、あーそっか、来年頑張って来年頑張ってね、大丈夫だよ、ありがとうね、教えてくれて。にお金持ち先生さん、ありがとうございます。8月に新潟に行きます。え、マジ、いつ、いつ来てくれるの。もしかしてもちゃんのことが好きなのかもね。私も好きだよ、ありがとうね。いつ来てくれるんですか、待ってます、ありがとう、気をつけてね。1位、近藤和弘さん、ありがとうございました。タオありがとうございました。みんなのももちゃん、お疲れ様でした、ありがとう、いつもタオありがとうございます。はい、というわけで皆さんありがとうございました、来てくださって。今日はテンションが低い配信だったり、テンションが上がる配信だったり、ちょっと意味がわからない配信でしたけど、今日もみんなが来てくれて嬉しかったよ。ももちゃん寝れそう、寝れない、寝れない明日の7時半からショールーム特別、ショールームさんの公式さんのね、番組の特別配信に出演させていただきますので、皆さんぜひご覧くださいませ。あと明日のお昼の1時で10時おしゃべり会の受付が最終枠、最後になりますので、8月18日ももちゃんに会いたいなって方は、その明日の1時までとなりますので待ってます。ではみんなバイバイ、いい夢を見てください。結婚してありがとう、結婚しような、ありがとう。はい、8月18日に会いたい方は明日までなので、バイバイ。可愛いね、可愛くないよ、ありがとう、嬉しい。おやすみ、いい夢見てね。今日も来てくれてありがとう。私は今日は幸せな夢を見ました。はい、なのでみんなも幸せな夢を見て幸せになりましょう。バイバイ、おやすみ、バイバイ。お風呂に入ります。お魚くわえたドラ猫追いかけて、財布を待って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 、帰る帰る、バイ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 。財布を忘れて愉快な桃岡さん、バイバイ。